なんか顔がやばい、うん、顔やばい今日。今日は2回目めっちゃさ、あ、寝らなくちゃ寝らなくちゃ今日のそれもやらなくちゃとか思ってたけどね、今思ったら意外と朝してたっていう。ちょっとマシュマロつまみながら、本当に今日の顔やばい、なんかいつもと違うけど多分なんか明日は同じなんだろうな。マシュマロいただきましょう。まだ春休みじゃない、全然春休みじゃない、バチバチに、まあ中3、こう中学卒業してないし、マシュマロ美味しい。夜ご飯食べれますかって夜ご飯食べれます。まあまあ、ダダダダ、ちょっとね今8時かな、チャーハンポストめっちゃ投げて、私いいねしてないからそれはなぜだろう。グッチがチャーハンとこは普通にいいねするんだけど、めっちゃ流れてくるから嫌だみたいな言ってて、
こんばんは。今日はあとは昨日とリハをね終わって、無事にリハが終わって嬉しいです。私は嬉しいです。リハが終わることができて、リハ順調ですか？結構ねやばかったかもしれない。なんかさ、またねこれなんかあんまり多分言っちゃダメなかもしれないけど、まだ待って、まだ言わんどこ、まだ言わんどこ、なんかや、なんかショールームのキャンペーンみたいな感じの話なんだけど、よくあるじゃん、このそう、でもめっちゃ違う違うな、これがいいのか、そうなんかキャンペーンがあって、いつもさ50万ポイントとか25万ポイント10万ポイントとかでさ、商品景品 ご褒美みたいな与えられるじゃないですか。そうキャンペーンみたいなさ、バレンタインもあったじゃん、なんかまああるじゃん、なんかそういう、それで私がねもう今ね探し求めてて、でもどこにも売ってなくて、未だに手に入れられないものがあって、それが今度のキャンペーンで当たるらしいのね、当たるっていうかもらえるらしいの、25万ポイントで、そう25万ポイントで当たるらしいんだけどさ、なんか25万でそれ、そうそう、なんかあるのキャンペーンやって、いつもねなんかこれを50万ポイント10万ポイントでこれ、25万ポイントでこれ、50万ポイントでこれっていうのがあって、私が欲しかったものがその25万ポイントでそのもらえるのね。そう一回ね、え待ってこれ頑張ろうみたいな、頑張ろうって思ったこともあったけどね、普通にえ待ってこれはやばい、私欲しいからやろうと思ったけど、でも逆に25万ポイントも皆さんからいただいて、それしなんかそれしかもらえないのかと思うとね、逆にねちょっとあれで、それだったら自分で買った方がいいなと思って、そう自分で買った方がお得じゃん。思ったからちょっとやめた。なんかその時は一瞬目がくらんで、え？もう絶対それやらなくちゃって思ったけど、まあ別にそれなんかもっと同じ25万ポイントでもっと豪華なやつありそうだから、過去の見てきた感じ、そうにやって思った。あるじゃん、いつもなんかそういうキャンペーン、そうあるでしょ、それでそうあったからね、びっくりしちゃった。でもだからね、今度そのキャンペーンが出た時に、あ、ここはこれ
これが欲しがってたんだって。まあなんか余裕があったらちょっと手伝ってもらえたらなって感じなんですけど。そう、ちょっと待って、まだ分かんないけど多分ね3月だから、それまあ余裕があったらって感じで、私が配信はちょっと長めにしたらその分25万だと。いつもどんくらい、でもあんま来ないからさ、いつも次だよね多分言える来るなら次なんだよね。でもそれが本当にあの結構売り切れててなんか、そう売り切れてるから手に入れることができなくて、もう大体1週間ぐらいじゃん。私もが頑張って、もう何のイベントか忘れたけど、何のイベントか忘れたけどね、なんかあったのよ。そう欲しいんだよねそれが。多分25万でそれだったんだよね。ちょっと頑張ったらいけるか、25万。うん、そうだね。そうちょっとね、で次なんかイベント来た時に、あこれのことを言ってたのかって分かるからね、普通に藤子はこれを言ってたのかって。25万のやつがめっちゃお目当てで、でもまあ全然できたらや嬉しいなぐらい、25万いけたら、ね、めっちゃもう絶対25万いかないと私もう嫌なんだけどとかみたいな、じゃないか、まあ、いけたらいいなぐらい。そう欲しかったんだよねめっちゃ。なんかいや、なんかまだネタバレになるから言っちゃダメかなってって思ってさ、いつから始まるかな、もうすぐ始まると思うんだけどな。そうおしゃべり会もね受付始まってますので、まあまあそれ晩ご飯じゃないマシュマロ。明日で555、なんかお母さんにさ558なんかしんないよみたいな言われたっていうか、なんか
そうだけど558ってさ600日と結構近いからさ、言うてなんだよね。ちょっと悪っかな、短くてあれだけど、いやー小論文がね30分できたいんだけどね。ちょっと待ってね、ちょっと終わっちゃおう。13位ヤシタンさんありがとうございます。12位ベレットさんありがとうございます。あ、変わった。13位コハコハピさんありがとうございます。12位なんか顔文字の方ありがとうございます。1位しみしみさんありがとうございます。10位マー君さんありがとうございます。9位ジャンドクさんありがとうございます。8位アキチョさんありがとうございます。7位コンサーさんありがとうございます。6位カベチョロさんありがとうございます。5位ヒネさんありがとうございます。4位ポテチーさんありがとうございます。3位ワンタンメンさんありがとうございます。2位トロの魚さんありがとうございます。1位赤いグリフォンさんありがとうございます。ああ15分であれだけど、ありがとうございました。さよなら。じゃあねー。